はい、皆さんこんばんは。戦国無双パート5やっていきたいと思います。善光寺追撃戦ですね。いよいよ第1章も、佳境に差し掛かってまいりました。お、武田信玄が使えるようになったっぽい。あ、使えないか、残念。選択はできるんですけど、多分フリーモードで使えるとかなんでしょうか。すでに勝ちは見えておる。まあ、あ、相方にじゃあ入れられるんですね。メインに正幸を置いて相方に信玄を置けるようになりました。信玄使ってみたかったんでありがたいですね。おそらくこの戦いで第1章が、完了すると思います。とりあえずね、第1章を、今日はね第1章までにしようかなと思いますね。でまた第2章は明日アップしていきたいなと思います。一週間ぐらいでね、一気にもう、やり込んでしまおうかなと思っております。アップのね、速度は非常に速いんですけど、皆さんはね、ゆっくり見ていただけたらね、ありがたいです。まあ、多分一気に見るのも、しんどいんじゃないかなと思うんで、まあ、時間がある時にでもね、見ていただけると、すごく嬉しいですね。どうかご自重ください。これ使えんのかな。謙信じゃない、信玄。あ、これでマップ切り替えるんですね。本陣は守ります。あ、切り替えれますね。やった、使えますよ。高坂と合流するため長尾と大崎を倒せと。お、信玄使いますよ。信玄は風林火山をなぞった技、まずこれが風、これが火、これが山ですか。何、山がないか。山があって風林、林がないのか。綾御前を撃破せよ。ちょっと待って、綾御前撃破せよ。多分こっちか。じゃあミッションで綾御前早々に撃破します。信玄強いな。めっちゃ強いですよ信玄。使いやすいし、信玄強っ。さすがは軍神。 OK、この火が強い。こいつガード硬いな。いましたね、なんか昔もやたらガードだけずっと。多少修正されたとは思うんですけど、特殊技は、信玄の特殊技は、ああ投げ技、完全なるプロレス技。ガードしてる相手にはこの投げ技で散らしていくっていうスタンスですね。キャラクターの変更はスタートボタンで変更できます。変更できますって、こっち行ってもで多いな。大崎旗持ってるやつがいますね。こいつまず倒して敵の士気をくじき、弱くなったところを叩くと。さっさと上杉謙信を出せ。貴様らじゃ役不足だ。君たちじゃ役不足だ。お、技が増えてる。上げて、技がどんどん強くなっていくので、もうこの無双の面白さの一つですね。で、信玄に切り替えると。ちょっと待って、旗持ってるやついるはずだ。敵が強すぎるんで、旗持ったやつがいるはずですよ。旗、おい、痛い。こいつをまずは、倒して、敵が弱ったところを、叩くと。オッケー。
だから直江兼次ってまだ川中島の時はいないのか。上杉にいたはずなんですけど。二打兵の退却地点到達を阻止せよと。オッケーオッケー、二打兵だね。二打どこにいる？次の一手、じゃあ使っていきましょう。 L3 ってなかなかゲームの概念で抜けてる箇所なんで、すぐに押すの難しいですね。敵をぬかるみに、誘い出し、敵軍の移動速度低下と。はいはい、じゃあ急ぎましょう。雨でぬかるみだらけ、ここへ逃がしたのも策のうち。とりあえずこの旗持ったやつを散らして、容易に追いつかれる。2打どこにいるっていうか、2打どこにいる。まあいいか、とりあえず目の前の武将を勝たせましょうか。素晴らしいお働きですな。オッケーオッケーオッケー。お、なんか特殊技出た。侵略すること、多分相手がひるんでる時に三角をしたら特殊技が出ますね。信玄強いな。ただ強いキャラクターばっかり使っててもしょうがないんで、正幸にも切り替えていかないといけないんですけど、将を落とさねば策は止められぬ。二打頭を倒すべきだ。二打頭どこにいる。あっこか。オッケーオッケー、正幸にも近いわ。正幸にも近いですね。二打、残念だが運ばせませんよ。これ完全に昔の運び物です。痛い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 。直江の直江兼次が多分まだなんていうの、子供なんでしょうね。 OK です。二打兵退却阻止と。川中島余裕ですよ。片付いた。これで敵の物資の積み出しは防ぐ。この無双の吹っ飛びって、三国無双、まあパート1でも話したと思うんですけど、三国無双、戦国無双、まあ、ヒーローにもありましたけど、若干ね、戦国無双はヒーローズに近いですね。てかヒーローズが戦国無双に近かったですね。てかこいつ早く拠点から出てこい。合流するため全国へ移動開始ミッション。早午前と合流を阻止、到達を阻止せよか。あ、こいつか。拠点からとりあえず出てこい。とりあえず拠点から出てこい、戦場に。オッケー、撃破で信玄で綾子前を倒すと。このパートナー切り替えいいですね。無双オロチを思い出しますよ。無双オロチも確か3人体制でパートナー切り替えできましたからね。本陣を吸収し、献身党の退却を助けよう。今の目的筒抜けでしたけど、今敵献身校助けようみたいな目的言っちゃったけど、完全に聞こえてしまったんだが、それまあ阻止しに行きますよ。その前にちょっとこいつら武将だけ勝たしとこう。次の行ってね。見てやっておくれ。次の一手ね。オッケーオッケー。早速はこのミッション行きましょう。馬来たんで行きます。てか BGM がやばい、熱すぎる。 BGM やばいっすね。これは本当真田幸村を使うのが楽しみですよ。この BGM、 馬乗っていくか。 OK、 侵略すること火の如し。
さすがでございます。こいつちょっとごっつい名前してるんですけど、鬼小島八太郎、やばい名前してますよこいつ。名前負けする強さでしたね。しかし BGM が熱すぎる本当に。 OK、 これ川中島の BGM なんでしょうか。とりあえず一生てか剣心が見えないな、まだ現れてないですね。剣心はいずこへ。こいつは斎藤。剣心来てないのかまだ。なんで俺を完全にあいつ無視してる。ちょっと待て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 、完全に無視されてましたね今。オッケー、あざす、ありがとうございます。よし、じゃあ行きますか。本陣、敵本陣上杉謙信のもとへ。上杉謙信を撃破せよね。いよいよこの川中島の戦い第一章、おそらくここで終わりですね。第何章まであるのかわかんないんですけど、でいろんなキャラクターがこれ1フィールドで今信玄と正幸2人使えているんで、結構飽きずにプレイできますね。無双って結構僕飽きやすかったりとかするんですけど、ヒーローズもキャラクター切り替えとかで飽きずにできましたしね。で剣心ちょっとこれ強いんじゃないのか。やっと骨のある相手が出てきたんじゃないかなと。オッケー。切っても吹っ飛んでないですからね。結構強いなこれ剣心。剣心でかいな。オッケーいける。このチャージ3が強すぎる。これで剣心も使えるようになったりとかすると思うんですけど。 OK です、ありがとうございます。余裕です。とりあえず第1章余裕でございました。どうにか勝ったね正幸、見事な初陣じゃったよ。初陣ね。第2章あたりからじゃあ雪村が使えるようになるのかな。真田丸っていうサブタイトルなんで、雪村使わないことには。あとチャチャ個人的に使ってみたいですね。もう全部 S と。チャチャをすごく個人的に使ってみたいです。六文星も貯めていくと。でレベルも上がっていって、なんかいろいろ手に入りましたね。これも後で見ておきます。運ってことはアイテムがいいのが手に入りやすくなるとかですね。つけて戦場に行けば。おイベント戦い終わって、えいえいお。みんなよくやってくれたね。この勝利が我らの王道を推し進めてくれるよと。正幸は何か点々点。正幸、おことの活躍も実に命拾いしたよと。おことも疲れておろう。ゆっくり休むがよいと。全然僕は疲れてないんですけど、まあ一生、まあ今日はねこの一生で、終わりにして、明日また二章の動画アップしますんで、よければ、すっごい暇だっていう時間があればね、まあ見てもらえたらなと思います。川中島の戦いを勝ち抜きましたと。これほどの犠牲が戦とはそうしたもの、知ったつもりであったが、
これこそが乱世の習い、我らは勝利した、そのことをこそ喜ぶべきだと。第1章とりあえずクリアして第2章に向かうというとこなんですが、見事な活躍、兄として誇りに思うぞ。ありがとうございます。上杉謙信でも親方様を止めることなどできぬ。親方様は天下へと、奮進されるであろうな、進んでいくであろうなと。漢字がね、あんまりちょっと強くないんですけど、ということで第2章に、次回から入るかなと思います。ということでまた次回、第2章、新しい新キャラクターと使っていって、サクサクね進んでいこうかなと思います。ということでお疲れ様でした。また次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。